自然な動き。飽き性だからいつも別の女を想像してます。ボーン。イエス。はい、今日は練習も楽しめるテクニックです。お楽しみください。実演。はい、では解説していきます。2枚のカードをずれないように置く方法ですね。これ今2枚の状態です。この後のカラーチェンジはおまけ程度に思っておいてください。いろんなやり方ありますが、親指中指でこのように持って、これ曲げます。曲げて先に中指を離します。そして親指と人差し指でこのようにね、飛ばしてあげると、まあ、意外とずれないというものです。中指を先に離して人差し指でプレッシャーをかけながら親指でピョンと飛ばしてあげるような感じです。2枚重ねておく状況は結構ありますので覚えておくと便利です。結構大げさにね、このように飛ばす人いますが、あんまり大げさになるとちょっとわざとらしいんで、まあ、私は控えめにね、このように置いております。もう一つ簡単なやり方としては、人差し指で真ん中このように支点を作ってあげて、中指親指を同時に離すとずれないというものです。これも多少練習が必要になってきます。こんな感じでね、カジュアルに置けるようにしてください。意外とね、こっちの方がずれなかったりするんで、こっちを使ってる方の方が多いかなとは思います。そして実演で行ったカラーチェンジですが、2枚のカードをこのようにね、置いてあげます。そして半分程度リフルして、このようにね、両方ファンに広げてあげます。そしてこのまま右手のこの辺りですね、私はまあ小指のところら辺を使って、このようにね、ズズズズズと持っていって、このままカードを離して隠してあげるというものです。2枚のカードをずれないように置いてあげて、ファンに広げたら右手でズズ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 ズと持っていって、このまま離してあげるというものです。おそらくマットとかを敷いてないとちょっとやりづらいかなと思います。まあ、こんな感じですね。引いた後にこっちが見えないようにね、このように置いてあげましょう。私はこのカラーチェンジあまり使いませんが、結構使ってるね、プロマジシャンの方とかも多いんで、お好みでやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。こういったテクニックできるようになると楽しいですし、幅も広がります。ぜひ飽きずにやってみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。